ユーザーの皆さんお疲れさんです。あとあるデレモスユウさんと誕生日が同じサカポンです。はい。本日はですね、楽曲プレイの方一かしていただきます。えーとですね、まあその前にねちょっと雑談させていただきますよ。皆さん、今日からイベント始まってますね。ね、まあ今回アタポン形式のイベントなんでね。後々ね。うん ね、イベント楽曲のプレイ楽曲のねプレイ動画上げさせていただこうかなと思いますそれですね,ーーね,ねえー、とですね今日もね今日はねあの前から上げてた「ALWAYS」の楽曲プレイ動画になりますまあいつも通りちょっと著作権対策のために音楽の方は消させていただくんですけどね うん、だからね今回はね頑張ってで、ま、あ今回はプロでプレイするんですけどね果たしてどうなることやら、まあ、ちょっと今から準備入りますね音楽の音小さくっていうか消しちゃいますよ少々お待ちください。

うん、はいこちらプロえっとイベント中ね期間中スタミナ2倍回消費ででイ,、えー、イベントアイテムが2倍手に入るので今回2倍消費させていただきます。 バウンはこのメンバーですただいまね前のキャラバンの時に手に入れたねね春はるちゃんをね試合度上げてる途中なんでねねちょっとその関係で入れてますメンバーにそれでは行きますうーん イベント期間中にねフルコン取ってないからねちょっと今回取れるかどうかっていうのは心配なとこもあるんですけどねでもまあ頑張っていきますねあ わりかしゆっくりかなと思ったら判定が厳しいような気がしますねこの曲まあ私が下手なだけなんかもしれないけどそこがねうん結構ね癖があるかもしれないなこの曲は ゆっくりなような速いようなそんな感じがしますアイコンの動きがねうん。うん 私、親指でプレイしてるんですけどね。親指、うーん、どうなんでしょうね。親指プレイって結構難しいんかなって、時々思っちゃう時あるんですけどね。かえって私、人差し指でプレイしようとするとね、やっぱどこか違和感感じちゃうからね。やっぱね、親指プレイ、 でや,やるるんんが一番しっくりくりすよ私の端末ね結構コンパクトモデルやからねどっちかっつうと親指プレイの方がやりやすいんかなーって思うんやけどねうーんまあねえ 皆さんはどういったプレイスタイルでやってるのかでしょうかねまあ,あこんな感じでしたね今回は。 ああ今日梢ちゃんの誕生日だから今日メンバーに入れてたからさっき特別プレゼントゲットですねはいおっとーああ 今、音消してるからね、皆さんにハルちゃんの声届けられないんだけどね。やっぱ、ハルちゃんの声ね。男の子らしい声。やっぱり男の子らしいボイッシュな声なんだけどね。もう、すっごい似合ってますよね。声優さんの声とハルちゃんの声。うん、そんな感じします。ああ。 <laughs> なんか声つくとねアイドルの魅力って余計増しますよねうんそんな感じですはいそんなわけであっ 今日のデイリーミッションクリアですねそれでは最後にはこのコーナーで締めたいと思います少々音楽戻しますので少々お待ちくださいそれでは いつもの最後のこのコーナーで締めたいと思います。この子のこと、知ってもらいたいねんのコーナーです。こちらはですね。私がランダムに選んだアイドルを紹介していくという。まあ、まあ、ありきたりな企画となっておりますが、はい。今回紹介するアイドルはですね。もういつも最近ね。小さい子ばっかりおいご紹介してきたので。 ちょっと少し大人な女性を紹介しようかなと思ってます。少々お待ちください。えっと、ちょっと通り過ぎたかって、ちょっと見直してますけどんん。今日紹介する方はですね。はい。この下です。はい。 ヒイラギシノさんを今回はご紹介いたします。ヒイラギシノさんはですね、31歳の超大人なお姉さんです。ドローンとした見た目でね、趣味がワインツーリズムですよ。はい。ワインが大好きでね、また同い年のね、レイコさんと一緒に飲む、お酒を飲むことも,もうありますよね。それでね、 ねえー、っと、しのさんがワインを飲むときは、れいこさんがも、もしもの、も酔いつぶれたときに助けてもらうという形で同行してもらっていて、で、ワイン以外のときは、しのさんがれいこさんを助けるという、持ちつもたれつの関係で、で、で仲良くやっているんですよね。またね、しのさんはね、ライブ中にね、 お酒を飲む企画をね、作っちゃってね。ね、ライブ中お酒飲んじゃったこともあるぐらいワインが大好きな人なんです。そんなころよいお姉さん、ひいらぎしの皆さんも覚えておいてくださいね。では、本日の動画はここまでとなります。 皆さんよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。サカポンでした。